渡辺慶明は、日本のプロボーラー、声優、元モデル、元タレント、元女優。ジェイプは第45期生、ライセンスナンバー488。アベレージは202.50。現存する日本のミスコンテストで最も古い歴史を持つ、ミス日本の第45回、ミス日本、海の日受賞。福岡県生まれ、栃木県八板市出身。 宇都宮短期大学附属高等学校を経て日本女子大学卒業。かつての所属芸能事務所はスターダストプロモーションでフリー期間を経て81プロデュース所属となった。小学3年生の時、家族でボウリング場へ行った際、従業員からマイボールを受け取りボウリングを始める。中学で DHC 認定ジュニアボーラーに選ばれプロを目指す。 2010年第1回ボーラープロジェクトグランプリ受賞。日本女子大在学中の2012年5月にプロボーラー試験に合格し、プロボーリング選手になった。2013年ミス、日本コンテスト東日本代表選出。本戦ではミス日本、海の日に選ばれた。2013年3月25日と、千木未来大使に移植された。 2016年3月26日にアニメジャパン2016内で行われた声優ドリームオーディション公開最終審査においてグランプリを獲得した。同年10月テレビアニメルガーコード1951にテスタリール・ルベール教授役で出演した。2017年4月81プロデュース所属となった第39戦から出場の ボーリング革命 P リーグでのキャッチフレーズは、アクトレスストライカー。P リーグ初勝利は6回目の出場の時である。2018年2月に渡米しアメリカ人コーチに支持し、フォームも改造。2019年もアメリカで練習した。2019年7月21日の中日杯2019、東海オープンボーリングトーナメントにて、プロ8年目で公式戦初優勝した。 23日より品川プリンスボーリングセンターにてインストラクターとして勤務開始。ありがとうございます。